加賀野菜とは、石川県金沢市で生産される。金沢市の産物、ブランド協会が、加賀野菜と認定した野菜。加賀とは、加賀国を指している。2007年現在、口実の15品目が認定されている。加賀野菜の認定の条件は、である。良品は認定シールを貼って出荷している。原助大根、内木は地名である。その名の通り、 川が赤く栗のような形をしたカボチャ。福島県で栽培されていた、合図栗をもとに、金沢市田木町の特農家、松本斎一郎が改良した品種。甘栗のような自然な甘み、風味がする。内名田町との境にある、五郎島町で採れる五郎島金時は特に有名で、焼き芋に適している。糖度が一般的なサツマイモに比べて高い。また、この五郎島、 金時を使用した五郎島金時という銘柄の焼酎が販売店を限って流通している。愛知県の特農家、井上玄介が育成し、松本斎一郎が改良した品種、スイカカボチャの裏作として作られ始めた。柔らかいが煮崩れしない肉質と甘みが持ち味で、おでん、風呂吹きに適している。平成16年には煮込んで美味しい品種であることに着目した。 セブンイレブンのおでん酒に採用され、原助大根と明記して、首都圏で販売された。当時、一般的に栽培されている青首大根も、おでん酒として、並売りされたが、それら70円、個に対して、原助大根は90円、個の販売価格が設定された。ニ塚は、地名で、ニ塚村があった地域を指す。太さごから7センチメートルほどにもなり、表面は滑らか。 だし汁,汁で煮てあんかけにしたり、味噌汁の実にして食べる。葉の裏が紫色で、茹でると、モロヘイヤのような粘りが出る植物。酢の物や天ぷらにして食べる。和名は、水前時菜といい、古くは、熊本市で栽培されていたものだが、2012年現在は、ほとんど金沢でのみ栽培されている。特に天ぷらにすると癖のない味わいで、万一受けすると言われている。紫は、アントシアニンの色。 白花のインン、油揚げなどと一緒に煮物にする。和名は、富士豆、仙国豆とも呼ばれ、こちらの呼び名の方がポピュラーである。その名の通り、ヘタの下まで紫色になる、ラ卵系の、粉酢。市民には、丸茄子とも呼ばれている。生産地の名を取り、小坂蓮根とも、加賀藩五代藩主、前立名乗りの頃から栽培されていたと伝えられている。すりおろして蒸した、 ハスムシは代表的な郷土料理である。加賀藩割りバーシガルの岡本右太夫が江戸より持ち帰り、自宅と菩提寺である金沢市寺町の妙福寺に植える。その縁で現在でも春先に JA 主催の竹の子感謝祭が妙福寺で行われている。市内では朝採れた竹の子が夕方には小売店に出回るため他の地方より新鮮で美味しい竹の子が食べられるという。 里芋の傭兵で赤いもの、茹でて、酢の物にして食べる。かが丸いもかが野菜以外にも金沢市及び近郊で、伝統野菜が栽培されているが、生産量が不安定で、工場的に流通しないため、かが野菜としての認定はされていない。など、ありがとうございます。